あ、大変。赤ちゃんの超かわいいアクアとルビーが閉じ込められちゃってる。ガチャガチャの中に閉じ込められてるのね。よーし、100円玉3枚必要みたい。100円、200円、300円。3枚入れて、ハンドルを回して、出てきた出てきた。やった。2人とも、今ママが助け出して開けるからね。待っててね。それにしてもカプセル越しなのに、こんなに可愛い。2人が閉じ込められてるカプセルを持ってきたよ。よーし、開けてあげよう。こう開ければいいかな。よいしょ。このタイプのカプセルが未だに開けにくいんだよね。よし、開いた開いた。わー、なんて可愛いの。さらに袋に閉じ込められちゃってるので、ここは傷つけないように慎重にハサミで切って、二人を救出、大成功。見て、アクアとルビー、可愛すぎる。私の子供たち、天才的に可愛すぎるわね。二人を無事救出できてよかった。アクアもルビーも超可愛いって思ってくれた人は、グッドボタンを押してくれると嬉しいな。ねえ、みんなはアクアとルビーどっちが好き？好きな方をコメント欄に書いて教えてね。どっちも可愛くて難しいよね。でも、コメント欄で教えてくれると嬉しいな。二人を救出できてよかった。みんなが動画を最後まで見てくれたおかげだよ。本当にありがとう。また別の動画で会えると嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。朝ブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると朝ブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して朝ブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると朝ブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも朝ブームよろしくメリ。